この頭の痛み、一体どうなってるのさ。クリリン、無事じゃなかったら承知しないよ。お前は16号。18号、久しぶりだな。と言っておこう。あんたはセルに破壊されたはずじゃないのか。悪いか、お前の質問に答えている暇はない。なんだって。すまない、18号。お前には我々の力になってもらうぞ。ようやく目を覚ましたようだな。はじめまして、18号さん。お会いできて嬉しいわ。忘れるな、21号。今はもう18号ではないぞ。そいつの精神が今リンクした人間のものだ。そうでしたね。驚かせてごめんなさい。突然のことで信じられないとは思うけど、あなたは今別の人の体に精神を移した状態なんです。驚くのも無理はない。俺たちはこの現象をリンクと呼んでいる。18号本人の精神は今その肉体の奥底に存在しているはずだ。だが今の18号にその体を動かすことはできない。私たちのこの会話もおそらく彼女は聞いているはず。おい、何してる。さっさと返事をしろ。気づくのが遅いんだよ。人の体を奪っておいてのんきなもんだ。リンクに関しては私もさっきの話で理解したよ。確かに今の私には自分の体も動かせやしない。力ずくであんたを追い出そうともしたが、どうやらそれも無理みたいだ。何が起こってるって言うんだ。世界中に悟空たちのクローンが現れて暴れてるって言うし、クリリンが心配で外に出てみたら死んだはずの16号に会うし、意識を失ったと思ったらあんたが私の中にいるしさ。とりあえずあんたじゃないと話すことすらできないのは分かった。まずは状況を整理したいから、あんたから二人に話を聞いてくれ。頼んだからね。18号との話は終わったようだな。そのようですね。ではまずは順を追って説明しましょう。怒らないで聞いてくださいね。実は18号さんを連れてきてもらったのも、あなたたち2人をリンクさせたのも全て私の指示なんです。なんだって。
今世界中でクローン戦士が暴れています。それはレッドリボン軍が生み出してしまったもの。私たちはこの事態に対抗する研究をしました。そしてリンクの力でクローンを抑え込む方法を見つけたのです。リンクとはあなたが18号さんの体をコントロールしている状態のこと。あなたには18号さんとのリンクを通して力を高めてもらい、全てのクローンを押さえつける力を得てほしいのです。リンクの力は強力な相手と戦うほど高まります。戦うためには強い肉体が必要なので、リンク相手の18号さんを選びました。こんな事件に巻き込んでしまって本当に申し訳ないのですが、リンクでクローンを止めた後はクローンを処分する。全てが終わればリンクは解除され、お前の18号も元に戻ることができる。つまり協力しなければこのままってことか。ちっ、やってくれるじゃないか。きっと必要になると思って戦闘用の服も用意しておいたんです。かつて18号さんが戦士だった頃と同じデザインのものなんですけど。よりによってその服なのか。なんで今さら。あんたは何も知らないからそんなことが言えるんだよ。このお洋服ほんと可愛くって、作っていて楽しくなってしまいました。18号さん美人ですし、きっとお似合いになると思うんです。彼女の反応はどうです？気に入ってくれたかしら。ああもういい。のんきな声聞いてたらどうでもよくなった。とにかくすぐにその服に着替えな。さっさとクローンを全滅させてこの状況を終わらせるよ。もし負けたりしたら慰謝料をがっぽりいただくからね。どうやら話はついたみたいですね。では隣の部屋で着替えてきてください。本当にあいつを戦わせるのか。今はあの二人にかけるしかないの。16号、18号さんがリンク状態になってどれくらいの時間が経ったと思う？そういえば長いな。そう、ここまで長時間リンク状態を維持できる人なんて今までいなかった。現に17号さんのリンク状態は目覚めてすぐに溶けてしまっているわ。確かにこんなことは初めてだ。しかもあの人、18号さんの意識を体内に抑えたまま会話までできているの。今までリンクに成功している人工精神にもここまでのことはできなかった。才能としか表現できないレベルよ。私にとってあの人は最後の。大丈夫か21号。私に残されている時間はそう長く
これはまた随分と懐かしい服装だな。年の割には似合っているぞ、18号。17号!?どうしてあんたがここに?私の双子の兄弟で、ずいぶん長いこと音信不通だったのに、なんでこんなところに。17号、そいつは今18号ではない、リンクしている別人だ。ああ、そうだった。まったくややこしいな。そのリンクだったが、表に出るやつを切り替えられないのか。理論上は可能だと思います。リンクした人の中には本来の意識を表に出している人もいますし。そうなのか。ただその前例は全て機械でできた人工精神とリンクした場合のみ。生身の人間の精神でもできるかどうかは分からない。なるほど。要するに当人たち次第ってことか。そういうわけだ。あんた18号と入れ替わってくれないか。私からも頼む。直接話した方が話も早いからね。ようやく外に出られたね。嘘。本当に意識の切り替えができているの？そういうことなんじゃないか。あいつは今私の中にいるし。それよりなんで17号がここに？どっかの誰かさんがご丁寧にここまで俺を連れてきたんだ。リンクさせるためにな。じゃあ、あんたはリンクに失敗したってことか。そういうこと。やり方も気に入らないからさっさと帰ろうかと思ったんだ。ちょうど今は他の奴らが代わりに俺の仕事をしているしな。たまには昔のように遊びに付き合ってやろうと思ったんだ。皆さん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。こうしているとまるで昔に戻ったみたいだな。
17号、言っておくけど今度はあんたの無駄な遊びに付き合う暇はないからね。やれやれ、少しは気楽に構えろよ。焦ったっていいことはないぜ。別に焦ってなんかない。私は早く元に戻りたいだけだ。じゃあそういうことにしておいてやるよ。心配するな18号、俺もさっさと終わらせるつもりだ。16号、お前もそれでいいんだろ。ああ、そうすべきだ。残された時間は少ない。時間？16号、その口ぶりじゃまだ何か隠しているようだな。その質問には答えられない。今はそれでいいよ。でもそのうちちゃんと話してもらうからね。まったく面倒なやつだぜ。言っておくが16号、俺たちはお前を信用したわけじゃない。それだけは忘れるのな。おしゃべりはここまでだ。敵が来る。はいはい。どこ見てんの
分かった。じゃあね、バイ。頼んだよ。出さん。はい。殲滅する。出さん。